演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日は甘いより抜いちゃいましたアイスバーを楽しみたいと思います。抜いちゃいましたけど、甘いよりアイスにしちゃいました。そうか、甘いより抜いちゃいましたは以前紹介したことがありますが、それがアイスになっているのかと思うの楽しみですね。では、香りはそんなに栗っぽくはないですね。ではいただきます。剥いちゃったのとはまた違う棚から。中に入っていたこの甘栗ピューレは甘栗の甘さがとてもよく出されていて美味しかったです。ただ甘栗剥いちゃいましたとはやっぱり食感コアがないのでちょっと違うかなと思いましたね。栗のアイスとして純粋に思うと美味しいのですが、甘栗剥いちゃいましたをイメージするとちょっと違う方向に行ってるかなと思いました。なんで外側のミルクにちょっともうちょっと栗感が欲しかったことも含めてこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。じゃあパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。